それではご案内しております16時となりましたので、ただいまより、福岡管区気象台、九州地方整備局、の合同によります豪雨災害の恐れに関する記者会見の方を実施させていただきます。本日司会をさせていただきます河川部九州地方整備局河川計画課長をしております小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず冒頭にご案内になりますが、本日はこの記者会見のほかに、記者会見のこの説明の部分を追って、九州地方整備局の YouTube のアカウントでも情報公開に努めまして、広く情報発信の方に努めてまいりたいと思います。あらかじめお知らせをさせていただきます。それではまず、福岡管区気象台、松下気象防災情報調整官の方から梅雨前線による、大雨の見通しについてご説明をよろしくお願いいたします。福岡管区気象台で気象防災情報調整官をしています松下と申します。よろしくお願いします。梅雨前線による大雨の見通しについてご説明いたします。九州地方では6日頃にかけて梅雨前線の活動が活発になり、断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降る見込みです。特に3日昼前から4日にかけては梅雨前線の活動が一段と活発となり、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、平年の7月1ヶ月の雨量を超える24時間雨量となるところがあります。これまでの大雨によりすでに地盤の緩んでいるところがあるため、大雨による土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫にも厳重に警戒してください。各地の気象台が発表する警報、注意報など気象情報にも留意するとともに、危険度分布を活用し、市町村の避難勧告等に従って、自分の命、大切な人の命を守るために、早め早めの避難、安全確保をお願いいたします。続いて下の大雨の警報級となる可能性のある期間についてご説明をいたします。九州北部地方、それと九州南部については、4日までは警報の可能性が高いという予想になっています。で、5日6日にかけても警報の可能性があるということで、今後6日ぐらいまでは大雨に警戒が必要だということになります。次に気象レーダーと天気図についてご説明いたします。左の上が気象衛星画像です。2日13時時点の衛星になります。大陸東岸から九州付近にかけて所々で活発な雨雲が連なっているという状況です。これは梅雨前線に伴った発達な雨雲になります。それと下の気象レーダーですけども、これについては鹿児島県付近でやや強い雨雲がかかっていますけども、時間を量でしますとだいたい20から30ミリぐらいのやや強い雨が降っているという状況です。右の図は、9時現在の地上天気図の実況図です。梅雨前線は九州南部付近に停滞していまして、東シナ海から太平洋高気圧の周辺を回るような暖かく湿った空気が流れ込んで、梅雨前線の活動が活発になっているという状況です。次に6月28日から7月2日13時までの雨量になります。熊本県では300から350ミリ、それと鹿児島県宮崎県にかけては300から700ミリを超えるような総雨量になっています。これは13時時点の総雨量ですけれども、14時時点ですと海老野ではすでに800ミリを超えるという状況になっています。したがって熊本県から鹿児島、宮崎県にかけて広い範囲でこれまでの大雨によって非常に地盤が緩んでいるという状況になっております。次は
これは土砂災害警戒情報の発表状況です。13時点の資料になります。鹿児島県内、5市4町で現在も土砂災害警戒情報が発表されています。次に予想天気図になります。6日頃にかけて梅雨前線は九州付近に停滞して、その前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みが続くという予想になっています。細かく説明しますと、今夜21時の天気予想図ですが、梅雨前線は九州南部付近にあって、その後明日の夜21時にはやや北上して九州北部付近ぐらいまで北上してきます。で、4日5日ぐらいにかけてやや南下するんですけれども、6日にかけてもやはり九州付近にそのまま停滞ということで、6日頃にかけては、梅雨前線の活動が活発で大雨の可能性が高いという予想になっています。今後の雨の予想です。予想される24時間降水量、いずれも多いところです。九州北部地方の3日の最大1時間降水量は80ミリで、九州南部地方も同じ80ミリということになっています。2日18時から3日18時までの24時間の降水量は、九州北部地方で150ミリ、九州北部地方で180ミリ、九州南部で150ミリとなっています。で、3日18時から4日18時までの24時間雨量は、九州北部地方で300から400、九州南部でも300から400というふうな予想になっています。で、28日からのトータル雨量、それとこの予想通り降りますと、総雨量が1000ミリを超えるというところも出てきますので、年間の 50% の降水量がこの期間で降るということになります。これは現時点の予想雨量ですので、最新の雨量予想をですね、今後利用していただきますようお願いします。最後に今後の予想を含めた最新の情報の入手先ですが、気象警報あるいは注意報、危険度分布等についてはですね、それと各地の気象情報等については、気象庁ホームページ等で公開してますので、ご利用いただければというふうに思っております。以上で気象台からの説明を終わります。はい、ありがとうございました。では続きまして、九州地方整備局河川部河川調査官の浦山より、河川について注意すべき点等について、ご説明をお願いいたします。はい、九州地方整備局の河川部の河川調査官の浦山でございます。私の方からは今後 の河川に関しての注意点について、お話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。先ほど気象台の方からもご説明ありました通り、九州の熊本から鹿児島、宮崎にかけて大変大きな雨がですね、累積雨量で降っております。今現在はこの雨域が少しありますけども、ずいぶん弱まってますけども、継続して雨が降っているところでございます。ここにあります三角形のこのマークはですね、河川の水位の状況でございまして、今現在水位は下がりまして、まあ、ほぼ平常時に近づいているというような状況でございます。特に先日の日曜日からの雨でございますけれども、その雨によりまして、熊本県では御船川、そして、宮崎県の大淀川、こちらの方で避難氾濫水位まで水位が上がりましたが、今現在落ち着いているという状況でございます。ただ今後また雨があるということもございますし、またこれまで相当な雨が降ってますので、まあ、地面の状態といいますか、土の状態は、まあ、湿った状態で、ちょっとした雨で、水位が上がってくると、こんな状況にあります。また当然土砂災害の危険も多くなってくるということでございます。まあ、そういったことから、今後の雨につきましては、まあ、これまで以上にですね、注意をして、市町村から出されます避難に関する情報、こういったものに十分注意をして、早め早めの避難を心がけていただきたいと、そのように思っています。私からは以上でございます。
ありがとうございました。では続きまして、本日は土砂災害の恐れが高まっているという状況もございまして、鹿児島大学の土砂災害の専門家でおられます地頭その、教授にこのテレビ会議で、中継で参加をいただいております。それでは地頭先生、この後、こういった雨に関して、懸念される土砂災害等のポイント、懸念、恐れ、備え等について、コメントを頂戴できればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、鹿児島大学の地頭園です。土砂災害について、少し説明いたします。私先ほど鹿児島市で、昨日お一人亡くなった崖崩れ現場を見てきました。崩壊自体は、鹿児島特有の白須大地の周辺で起こる表層崩壊、非常に小規模なものですけども、その直下に人家があったということで直撃されてお一人の方が残念ながら亡くなってしまいました。でそこに行く途中にいくつかやはり小規模な表層崩壊、白洲の崖の斜面、崖崩れは見られました。こういう表層崩壊というのはもうこれまで先ほど気象台の方から説明がありましたが、もう気象台の資料を見ましてもほとんどのところが先週から200ミリ以上降ってますので、表層崩壊に関しては、150ミリから200ミリぐらいの総雨量が降って、そこに数十ミリの雨が降れば表層崩壊が起こり始めます。そしてそれに関係して関する土石流も起こっていくと、そういう状況、土砂移動の現象が起こっていくわけですが、そういう意味では200ミリ以上降ってますので、そういう表層崩壊が起こる状況にあると。これ現在のところはまだ単発的にこちらで表層崩壊が起こる、こちらで起こると、そういう状況が今日現在だと思います。これそれで、これからまだ気象台の方から説明がありましたが、多量の雨が降るという状況になりますと、今度は今回の雨域が上昇したり北上したり南下したりして、まんべんなく200ミリ以上降ってますので、そこに数十ミリの強度の雨、それが数時間続くようなことが起こりますと、そういう雨域の中では同時多発的に表層崩壊が起こるということが起こっていきます。そうなると土砂量、そこから出てくる土砂量も多くなりますし、被害も大きくなると、そういう意味では先ほど地盤が緩んでいるからということを説明がありましたけども、全くその通りで、そういう状況のところにさらに強度の雨が加わると同時多発的に多量の土砂が出ると、昨年の西日本豪雨広島で、たくさんの土砂が出ましたけども、そういう状況も考えられるということが予想されますので、危ないところ、土砂災害警戒区域に、位置している方々はできるだけ早く避難されると、そういうことがこれからもっと求められるだろうというふうに考えております。それから、それは今後のことですけども、それ以上に雨が降りますと表層崩壊以外のもう少し多量の雨が降る、鹿児島火山地域で言えば400ミリを超えるような総雨量になってくると、今度は地下水、深い地下水が関係するような、いわゆる深層崩壊のような大規模な崩壊も起こっていくだろうと、次の段階としてはそういうことも考えないといけない、そういう雨の予報も出ていますので、注意が必要だろうというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。